詩人の藤木由美さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして今回も藤木さんの愉快なお仲間がいらっしゃいました。イラストレーターの岡田美香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岡田さんはもともと洋画、洋画、はい、油絵ですか。はい、油絵です、ね。そこからこのドローイング今すごいイラストレーションの方でもうね、岡田美香さんは三重県のご出身です。京都精華大学で洋画を学んだ後、青山塾ドローイング科でイラストレーションを学ばれました。イラストレーター最初の仕事は村上龍さんの小説ダメな女の総画でスタート。現在はフリーイラストレーターとして国内外を問わず総画、雑誌、CD ジャケット、ウェブ、アパレルとのコラボレーションなど多方面で活躍中でいらっしゃいます、ね、大活躍なんですけど、うん、お二人の関係っていうのは。そうですね、もともと私が高校生の時に岡田さんのイラストのファンで、こう媒体にデザイン雑誌とかに載ったようなインタビューとかを読んだりとか見てたんだ。そうです、そうです。美術部だったので、なんかその絵を描いている人たちってすごく興味があって、でたまたま学校の授業の課題で既存の、まあ、チラシだったりフライヤーとかから切り抜いてコラージュを作りなさいっていう授業があった時に、偶然岡田さんのイラストがを使った発行物が手元にあって、わ、この絵描いた人好きだなって思って、岡田美香さんって言うんだって思って名前覚えてたら、まあ、2010年に私上京したんですけど、上京した年の冬になんか共通の知り合いがいて偶然会えました。そうなんです、すごいなんです。はい、なんか美香さんに会いたいですとかって言ったわけでもなくて、たまたま行った場所にいらっしゃって、そうそうそう、はい、友達がこう美香の絵を知ってた子がいたよっていうか、好きな子がいたよって言ってくれて、そんなの言ってもなんかまさか本当に見てくれてると思ってなくてなんかそのさっきの切り抜きの話とか、そんなことがあるんだって思って、すごいね、すごいびっくりしました。すごい出会いですね。何が引き付けられたんですか、高校の時に。そうですね、なんかまずその女性のポートレートを描いてるっていうところで、なんかこう短さがあったっていうのはあるんですけど、イラスト自体がすごくスタイリッシュというか、こう見た瞬間にすごく軽やかなんですけど、こう線が決まってるというか、なんか美香さんが描くような女の人に憧れるな、なりたいなみたいな気持ちを温める16歳だったんですね。はい、本当に本当に。そうか、すごい。16歳か。岡田さんはこう最初にどんな印象ですか、藤木さん。あ、藤木さんも会った時も詩を書かれてたので、うん、でも本当ずっと純度が高い子だなって、なんか。子供のような感じも、まあ、実際子供くらいよね。18歳で本当にまだ仕事とか大人の世界とかよく知らない状態で、憧れのイラストレーターさんに会えたっていう喜びだけがあったんで、ね、あんまりその憧れられてる感じはしてなかったです。はい、なんかあんまりはしゃいだ感じも出さないようにやっと信じられてきた、憧れてたっていうのよかった。そうです、あの携帯の今スマホの待ち受けもパソコンのデスクトップも美香さんのイラストなので、それはかなりだな。やっと信じられてきました。でもなんか結構こうニアミスが多いみたいなことを伺ってますけど。自分が書いてる本とかが届いてパラパラしてたら、あ、藤木ちゃんいる。で、そうそう、そのニアミスで本当に最高峰じゃないですけど、あの私が旅行してたんですよね、尾道に旅行してた時に、うん、本当にただラーメン屋で隣になった本当にそのカウンターしかないラーメン屋さんだったんだけど、飲めるラーメン屋さんで、なんか飲みながらいたら一人女の子が入ってきて、まあそこに女の子一人って結構珍しい環境だったので、なんかおしゃべりしてたら、その方も詩を書かれてる人で、それで知り合いになって、自分で出版されたものとかの絵とかを描いてたんですね、うん、そしたらその方が詩の投稿とかをしていて、資生堂さんの花椿のサイトの投稿で毎月一編選ばれるみたいなものに出していて、立花、うん、泉さんという方が選ばれた時の先行者が藤木ちゃんで、あ、そうです、そのラーメン屋さんに立花さんが全く知らないその、はい、うん、
イラストレーターとか詩の書き手とかお互い知らずに一緒にラーメン食べた人が刺繍を出すから美香さん絵描いてくれないってなってこう出したものを美香さんの個展で購入させてもらってて全然知らずに読んでたら今度は自分の仕事で花椿の選考委員をやってる時に全然知らずに作品読んでいいなって思って選んで撮ったら あの刺繍の人だったじゃんってなったりとか、すごいすごい、そうなんだ、はい、12ヶ月それで一人ずつ選ばれていくんです。それ12ヶ月のうちにベストワンを1年で決めるってなって、うん、それは読者の投票で決まるんですけども、そうそう、で見事選ばれたんですよ、はい、橘泉さんの詩が、まあ、花椿の付録として詩集がここに掲載されることになって、なんかそちらの挿絵を岡田さんが書くことになって、はい、書き下ろし橘さんの方に頼んでいただいて、はい、でまたそれを選んだ、やっぱり選んだのも藤木ちゃん、まあ、選考に入ってたり、でもこれもう付き合うしかないんじゃない2人いや、ね、本当そんなことですよ、本当そんな運命の、ね、岡田さんもこう刺繍の挿絵だったり本の装丁だったり、もともと本も好きなんですか？あ、本好きなんですよ、好きです。小さい頃から、まあ、本ならいくらでも買ってもらえるっていう感じだったので、いいな、本しか買ってもらえないよ。この藤木さんの本の表紙も岡田さんですか？そうです、そうです、ね、臆病な詩人町へ出るというエッセイ集の文庫版、うん、岡田さんやっぱり文章を読んで、はい、文章を読んで書きます、うん、イメージして、はい、書き下ろしていただきました、はい、これは、はい、これが2人でついに仕事をした最初の回、最初本当にそうです、そうですね、あの本の世界では初めてです、うんうん、なんか、うん、岡田さんいかがでした、あの書いてみて。そのいつもはもっと内容を砕いてとか内容の中身のことをすごい考えるんですけど、これに関してはふずきちゃんっていうもの自体で考えた感じで、実際彼女のこう日記じゃない成長期みたいなものでも、まあ、あのこれ詩集じゃなくて中身エッセイ集なので、ひたすらその実話、私の日常とか実話が入ってるので、そういう意味でも知ってる人の日常が書かれてる本に絵を描くって結構距離感が難しい、美香さん私に絵を描いてって言われたような感じで受け取って、うん、なんか、うん、藤木ちゃんに絵を描こうって感じで描きました、うん、これは嬉しいでもなんかぴったりな感じしますけどね、うん、言葉にするとあえてあのもちろんイラストで表現されてるんですけど、はい、この作エッセイから見えてくる藤木さんってどういう人ですか？いやー本当なんかいやよく生きてるなっていうかどういうことじゃん、分かる、なんだろう、なんか頑張っ、なんだろう、本当にもうすごい、こんなにまっすぐ歩くと物にぶつかるじゃないですか、やっぱりだからぶつかりまくるんですよね、藤木さんってやっぱりこう、ね、あのここに女子が3人いるから僕分かんないんだけど、こんなに藤木さんほど例えば恋愛とかでいろいろ戸惑うというかよくあることなのかな？それはまあ男女関係なく戸惑う人は戸惑うし、戸惑わないですって行く人は行く、よく戸惑ってますよね。いや戸惑うなんかね、あんまり興味がないから向き合い方が分かんないっていうことなんじゃないかなと。戸惑うポイントが人によって違ったりするじゃないですかそういうのも戸惑っても出さないで終わることってあると思うんですよ、うん、心の、でも藤木ちゃん出してくんだなって思いながらこう、それがまっすぐでぶつかるって感じっていうか、でも正直私も久々にこの文庫化のために読み返したんですよ、うん、この人疲れるなって思いました。よく生きてきたなに通じるんですけど、いやこの人の考え方に付き合うのマジ勘弁と思って疲れるって思いながら読んでました。あの聖火台って上の方じゃないですか。であのもともと、まあ、油絵でしたけど、はい、まあ、漫画なんかもすごく特徴ある、はい、そこら辺も大学選びのポイントだったんですか？ あります、現場主義じゃないけど絶対見に行ってたんです、学校に。まずキャンパスをね、キャンパスを見に行った時にやっぱり個性がすごい豊かな学校だったので、いろんな方がいる、もう感じがすごいして、それがすごい惹かれた。美大なのでいろんな人がいる、でもその中でもちょっと個性的な感じがして、大学案内が面白かったと思いましたね。でもあんな山の上と思ってなかったです。ですよね。あ、それはリサーチしてなかった？リサーチ行った時にあれ京都って聞いてたけどなって
なんか憧れ状況じゃないですか、三重から京都、あれなんかどっちかと実家よりなんか喉が痛い。僕もね、美大で授業とかやってた経験があるんですごくわかるんですけど、まあ、みんなすごく絵が好きで集まるけど、岡田美香さんみたいにプロで活躍できる人ってそんなにいないじゃないですか。いつ自分の才能って気づいたんですか。あ、全然私まだないというか、まだ気づいてない。あとこれ、あの大学出た後に青山塾ドローイング会行ったじゃないですか、はい、これ青山にあるから青山塾って言うんです。やっぱりそれって大学での学びと、はい、そのドローイングの学びって違ってたんですか。いや、それよりはなんか本当大学出るギリギリ本当1月くらいに、あ、イラストレーターになろうってこう突然イラストいやなんかちょっと何かはしないといけない、卒業するとき、まあ、もちろん就職活動もしてない、でどうしようかな、家にも帰りたくないしどうしようかなって思ってでちょっとそのギリギリで友達と展覧会をしたときにすごく楽しくって、絵からやっぱりもうちょっと絵やりたいなと思っちゃったんですね。で絵を描く仕事、イラストみたいなすごいバカみたいな発想でイラストレーターをかなり適当。あ、いや、そうでもイラストレーターにどうやってなるかわからないし、どうしたらいいかがわからなかったんですね。その時点でどうしたらいいんだろうって思って、イラストレーションって本を立ち読みしたら、イラストレーション青山塾っていうのが載っていて、でサロンのような場にしたいって書いてて、私美大で絵はまあもう学ぶっていうことはなんとなく終了した気がしてたから、欲しいのは本当サロンというかそういうつながりだったり、なんかどうやってイラストレーターになるのだとかいうそういう場が欲しかったので、ぴったりの言葉だなと思ってポッとそれで来ちゃったんですよね。青山塾の時とかは逆になんか週1回の学校なので働きながら来てる方が多くて、まずそこもびっくりされて、初めて絵を描くみたいな方も多かった中で、私はやっぱり絵を描いてきちゃってたので色がついちゃってたんですね、自分の。それをすごいネガティブに捉え出して、その頃は先生の言う通りに描けない、なんかね、一回壊してみないよみたいなこと言われるけど、もうなんか分からなくて、探ってた時期があったんですね。そういう感じです、本当に。で、あのもう偉大なる宇野明さんの作品に出会ったのっていつなんですか。それも青山塾、あ、でももう宇野明さんの作品はもう見ていたんです。まあ、誰もが知ってる。そうです、そうです、学校に来てくださった日があって。え、そうなんだ。特別講師として、みんなざわ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 って。いや、ざわざわです。それでその時にちょうど私が私が描く女の子がもうなんか怖いという目つきが悪いとかすごいメンチ切ったような感じに多分なっていて見たい。でも見てたと思うよ、分かんない。あ、もっと前だ。そういう怖い顔だとあんまり仕事、イラストレーションって仕事来づらいかもしれないって言われてて、でもそうしようと思って書いてるわけじゃないから、その時に宇野さんの授業があったんですね。それでこうネガティブどうしようと思ったのに、宇野さんがスライドで今までの仕事を見せてくださって、それがすごい暗い表情のグレーバックの銀行のポスターとかで、あ、こんな大きい仕事をこんなにこんなテンションの絵でやれて成立するんだと。そう、私の力が足りないというか、私の絵が悪いだけでネガティブが悪いわけじゃないというか、なんかすごい不思議な感じするんで、おそらく宇野明さんって横尾忠則さんとかそこら辺と同じですよね。そうです。で、あの頃の日本って元気でやったあとやけくそなエネルギーがあったと思うんだけど、でもなんか作品としてはなんか受け継いでるとこありますよね。本当ですか。何なんだろう。いやー、ありがたいけど。でもちょっと僕逆に岡田さんに質問あるんですけど、横尾忠則さんはある時画家宣言して YGO シリーズとかから絵の仕事もしてるじゃないですか、はい、ご自身もそういう気持ちってどこにあるんですか。まあ、いや、将来的に絵も描くかもみたいな。でも本当にあれですね、こう油絵、絵を描きたいけど画家はちょっと無理と思ってイラストレーターって選択だったんですけど、展示とか、まあ、もう来年で20周年くらいなんですけど、自分がデビューしてね、ずっと続けていったら結局一緒になってきて、やっぱり展覧会の作品はオーダーがあって描くものじゃないので自分の制作として描いていて、その絵とかはもう油絵の時の自分となんかやっぱり近しくなっていって、どんどん結局まあ描き続ければ一緒のとこ行くなというか。面白いね。
そんな感じが、それがすごいなと思っていて、なんかそのこれだけたくさんその雑誌とかいろんな発行物のそのいわゆるイラストの仕事もしながら、もう個展も結構な頻度で開催されてて、しかもその個展もなんか個展のために作る作品なんですけど、なんか手法をちょっとずつ変えていってるじゃないですか。そうなんだ。それがすごいなと思って、でその方法についてご本人から直接ギャラリーとかで伺う時間がすっごい幸せなんです。もうずっとこうしゃがんで見てましたよね、絵をこうやってじーって。そう、でも私その写真撮ってなんかネタにしようと思ってます、あの絵の。え、藤崎さんそれ作品買ったりしてんの？いや、あのまだ書いてないですよ。お高いんですか？いやいや、そんなことはございません。いや、私が行く頃には結構売れちゃったり、いいなって思うもの、あ、いいやつはもう売れちゃったりとか、ね、面白いね、この2人、ね、なんかすごい刺激与え合って、ね、あのモデルがいらっしゃる絵とかも描くんですか？この人を描いてみたいな。あ、でもあれです、あのポートレートとかのサービスとかが仕事でたまにあって。あ、そうそう、あのトラウデンさんだったらどういう風に描きます？それがね、ちょっと待って、それがね、なんです。何それだけって、それがね、おい、いや、これ何の仕込みじゃなくて、ただ聞いてみただけだと。本当に普通に、あ、すいません、そう、もちろん似てるとかじゃないんです。嬉しい、すごい、めっちゃ嬉しい。これかわいい、あれ、すごい、すごい、ちょっとこれちょっと、じゃあそれぞれ持ちましょう。え、これ何これ、はい、めっちゃこれ、これじゃビニールから出した方がいいよ、きっと。出してきて、嬉しい。じゃあまずトラウデンさんから。はい、ございます。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。これ宣材写真かな。めちゃくちゃ嬉しい。宣材写真かな。めちゃくちゃ嬉しい。僕何も聞いてなかったんですけど、制作側から。本当も何も、ただ。そうなんですね。そしてこれが終わったんですね。すごい嬉しい。よかった。いや、もうそのまんまですね。これはあのお買い取りさせて。いやいや、ね、もうあのもらってください。藤木さんの。すごく可愛くない？めちゃくちゃ可愛いんですよ。私髪の色を、はい、あの褒めていただけることが結構多いんですけど、それをなんか絶妙にこう表してくださってて、すごい嬉しい、嬉しいです。よかったです。これあのトラちゃんの結婚式の案内状にこれ使って、はい、またその時は書きます。これマジで俺何も知らなかったんですけど、制作が私も聞いてなくて、絶妙に導入があったから、すごいなんかタッチが素晴らしいです。良かったです。良かったです。本当。俺はこの眠そうな感じがよく現れてる。この絵すごい好き。ね、すごく好きですこれ。男性を描かれるのって珍しいですよね。珍しい。そう、珍しいです。これはちょっと貴重な、あの、よかった。次の展覧会の告知はよろしいですか？次はそうなんです。あの11月にもあります。あ、11月。はい。11月にも青山で。そしてごめんなさい、ポートレートサービスってのがあるんですか？あ、ポートレートサービスを、それあの今回こうポートレートサービスで描くものに近いんですけど、はい、なんか。ボブファッションウィークとか、嬉しいのかな、ポートレート描いてもらってって思いながらやったら、私自身もすごい楽しいし、すごい喜んでくださるんですよ、あのお客様が。だからそういうダイレクトな反応が来るのがものすごい私も嬉しくて。でもあれですよね、あの人を幸せにできるってアートの一番の働きですもんね。こう絵で喜ぶって世界があるのは知ってたんですけど、目の前で描くことを自分がでなんかちゃんと特別だと思って受け止めてくれることがすごい嬉しいなと思いました。別に嬉しいですよ。もうでも僕あの子供の頃読んでたあの不思議の国のアリス、はい、あれルイス・キャロルとテニソンのイラストで、はい、あれはもう本当決まってるじゃないですか。ああいうのが2人でできたらいいじゃない。もうこの人このイラストはもうこれがありえないみたいな。でもそれすごいやってみたい、ね、ね、不思議の国のアリスっていうとみんなあの絵を思い出すから。そうですね、すごい、でもすごいです。そうですね、そういうのがそのうちできたらいいな、できたらいいな。お二人の今後がどんどん楽しみになりますね。ありがとうございました。ということで貴重なお話を伺いました。藤木さん、岡田さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。